メンバーって感じになったな。まあこのぐらいにしとくか今回は。ちょっと疲れた。もうちょい、あ、村まで行きたいけど今、あ、まあ、もうちょいやるか。じゃあお腹が減ってきたんだよね。あれこっちじゃないのこれ。すごい広いけど、うわ広っ。これ落ちちゃうんだよねこれ多分ね。ジャンゴクロードいた。ジャンゴ村ってとこに近づいてるのかな、ちょっとわかんないけど。まあ下いるね、なんかでかいのが。なんかモンスターでかくね、一個一個が。マグナ・エルーカ、ペトラ・アピス、クラン。こいつら攻撃してみる。なんか爆弾落ちてきそうな気がする。レジストされる。なんか強そうだな、こいつ。よいしょ。岩が勝てたのはみんなのおかげだよ。虫臭い。なんとかジャンゴクロード倒したいけど、これ味方下行っちゃうんじゃない。大丈夫、これ攻撃できる。その位置なんか狙われてる。こいつか。頑張って、バックスラッシュ当てつつ。でかいな。うわでかっ。でけえ。ちょっとめっちゃでけえ。うわスリープかよ。しかもヤバくないかこれは。シャドウアイで消せねえしな。ちょっとこれ行った方がいいね。スリットエッジ打って、もうちょいで倒せる。スリープきつで、ちょっとテンション下がってるんだけど、どこにいる。助ける。大丈夫、テンション的にも大丈夫。ジャンゴクロード攻撃するよ。はい、よいしょ。うわースリープきつ。これ起きてくんねえかな。ガチャガチャ、レバーガチャで起きないか。レバーガチャで起きないか。あ、これ連携し、ちょ励まして、でちょっとこいつはあれだね、この位置バックスラッシュの位置っぽいけど、ちょっと戦闘ね。あ、いやスリットエッジの位置だった。落として、でこのダンパンさんの組でもできるっていう、この使いやすさ。これバッキングスラッシュもいって、オッケー。これ5匹も倒すの大変だね。ほい、うん、なんか今手に入れた道具。ほい、なんか武器かなんか手に入れたよね今ね。何、闘志のカムカム出た。ちょっと待って、これはこれはもしや。やめとこう、今は何も言わないでおく。俺の想像もあるが、騎士のカムカム、なんか新しい仲間が増えるんじゃないかなってちょっとふと思った。こいつ殺す。おはよう。よいしょ。オッケー、やったね。はい、なんかアイテムとかもさ、これ必要になるかもしれないから、素材が。ほい、よし、だいぶ倒したね。なんかすごい外か、これ多分落ちても大丈夫そうだな、この水。まあ落ちないけど、いや落ちないけど、うん、ここから下行けますね。てかこれ、ほい、ちょっと怖かった今の。徐々に下降りていきましょう。降りれるんだここ。怖っ。ジャンプしたら死ぬかもしんねえからな、下手したら。なんかいるね、そこに。下になんかいる？敵が。よいしょ。いた。なんかいないそこ。ペトラ・アピス。この位置怖え。
怖え、あ危ない。気を抜かずに進みましょう。落ちるとこだったよそれ。どっか降りれないこれ。こっち側か。オッケーオッケー。結構なんか下にもうなんかピョーンって飛んじゃえばよかったかなこれ、その方が早かったかもな。おい、行って、水に落ちた方が早いなこれな。まあいいや。あ、鉱脈がある。あんな高いとこから宝箱落ちたのに壊れないって、この強靭な宝箱。休息の機種、あ、ランドマークだし、しかも、はい、すごい雑な感じで置いてあるねこれ。交渉が流木みたいな流木みたいなさ。マップ広そうだなここな。ちょっと待って、これめっちゃ広いけど、もうまあ、いろいろ行ってみましょうか。はい、流されるここてか、さっきの吊り橋の下だよねここ。そっち泳いでいけばいいのかななかなかすごい。お、すごくないここ。渓谷みたいな感じになってますね。ジャブンジャブンと。いやちょっと久々のリラックスポイントだね。敵もいないし、水でも飲もう。この先だね多分ね。進んでいきましょう。お、出た出た。ちょっとそいつ35レベか。格上じゃん。 32？ なんかやば、なんかついにこいつ地上に進出してやがる。こいつついに地上に進出してるんだけど、いつの間に。調子なら大丈夫だな。登るギア、ノポルギア、パンサーシューズ。あ、パンサー系だこれ。なんか誰かに渡してくれってそういや言ってたな。ノポルギア、ジャンゴキャップより強い。あ、お前ちょっとこのジャンゴキャップはちょっとあれ石つけてるけど、今何装備してんの。そろそろホームスの早朝部を卒業しよう、うん、ノポルギアと何拾ったんだっけ今。ミストクリームじゃなくて、あ、パンサーシュ強っ。いいね、アイアンブーツか。何これ、 S パンサーシューズにするか。よし、ラインがすごいことになってるまあ多分ね、その新天地だから装備新しくなると思うからさ、ちょっとジェムつけんのだるいからちょっとつけないでいきましょうか。ああ、背景かと思った。え、しかもこいつ倒せんのかよ。え、全然倒せる敵なんだけど。え、こちらからでしょ。やば、でかしかも全然ユニークとかってわけじゃないしね。何もかもでけえなここ。ほい、ちょっとモナドバスター撃とう。何もかもがでけえ。ほい、マクスラ撃って終わり。でっかやばぜえことになってる。では先に進むか。特になんかいいアイテムがもらえるわけでもないし、なんかいる。サーディー、魚倒すの大変そうだしね。イトムスウーパー、こいつさっき倒したやつだな。まあいっか、こっちの方ですね多分ね。いるね、めっちゃ魚が。あいつらだってこっちまでおびき寄せなきゃダメだよね多分ね、地上まで。でっか倒さなくてよくないって。別に必要ないよね、なんかクエストでこいつ倒すってもいい。でかすぎてビビるわ。あ、いた、ユニークモンスター発見。いなくなっちゃった。なんかに目つけられた。お前ら、あの鳥倒してえけど、ちょっとまずはこいつらからだな。はい、
の感覚が戻ってきた。うわ来た、ちょっと待って、来た来た来た、こいつとりあえず初手、この時のために貯めてたからもしかしたら来るんじゃないかな。幽霊のアルバトロ、名前かっこよ。とりあえず点灯入んねえのか。じゃあ疾風陣だな、点灯入んないのか、出血入ったの。とりあえず、モナドバスター的なのを入れてきて、ちょっとでもこの溜まるように入れる。あー全然頑張って、ほい刺さんねこいつ。彼ら何やってる彼ら何やってんの、やば。頑張って頑張って、はい、みんな頑張って、みんな頑張って、もう B ボタン俺連打するよ。ほい、このザコ一回倒さないとダメだ。アルバトロじゃなくて、どっか行った？あ、いいよ、逃げたんならいいわね。でも逃げるやつに興味はない。ちょっと待って、ここはさ、バックスロー、水の上は戦いづれ、水の上非常に戦い、流されるし、ちょっとさ、ちょっと疾風をめっちゃ食らってるし、俺がしばらく取っといてあげたさ。あ危ない、今コントローラーから手離してた。はい、モナドバスター、はい、いいよ、ヘイトオールが取る。ちょっと微妙だな。オッケー、ナイス回復。うわ負けた、だからゲージあるからまだ。ナイス、きた、何だ、ため時間、トルネードスピン、青か、全体攻撃っぽくない、強っ。とりあえずカルナに未来伝えてもいいか。でシュルクなんかめっちゃテンション下げたんだけど、マジ。あー微妙だな、シールドバレット、とりあえず自分に少しダメージ和らげて励まして、モナド止まる。やっぱ全体攻撃だった、これは負けたかもしれん。うーんきつい、ほいよ、そして引き寄せる、もっと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 、はい、ここまで来て1400ダメージいった。 OK、バックスラッシュ頼むわ、あんまりヘイトもっと取ってほしいね。よいしょ、いいね、スリットエッジ、今度は倒すのマジで、今度は地上だからな、これ負けたら言い訳できないぞOK、 負けたら言い訳できないぞ、だからほい、うわー吹き飛ばされた、強っ、すごいわ、しかもモナドバスターを消費させられちゃったし、なんかおい、オッケー、回復しながらスラッシュ頑張って、よいしょ、後ろから刺して、そう連携いけるね、連携いこう、ほい頼むよバックスラッシュがいいかな、この どっちだろうね、ただテント入んないからこいつ、あーバックスラッシュじゃなかった、これ横だったね今の場所、レイジ、あ なんでもいいけど、オーラバースト、オーラバーストにしとくか、レジストがな、うぜえなこいつな、全然攻撃が、ここは回復、つながってくれ、つながんない、まあ、まあ、まあ、カエルちょっとこっち向かなかった、大丈夫、刺され、よし、悪くない位置だ、バックスラッシュの準備だ、あ、こっち向いてる、こいつちょっと頼む、ラインちょっとお前がヘイトを取らないと俺は勝てない、青技って何なのこいつで、これみんな転倒しちゃうから、これで
もうどうしようもできない。距離を取るしかない、こいつから。よし、そう、もう対策が距離を取るっていうね、とんでもない。まあそうだな、この手の範囲技はもう何トルネードスピンだったら移動するよ、移動するだけ、簡単。ラインヘイト取んなよ、ラインヘイト取んなよ、こういう時は取らなくていい。よしそういう戦いもある。でちょっと俺からヘイト外してバックスラッシュなんか入れちゃったりしね。刺さるかなこの石。うん、刺さってなさそう。刺され、よし、 OK。 はそうだ、え、突然撃ってきやった。ありがとう、誰か俺を励ましてくんない。ナイス回復。あーもう当たんねえ、ちょっと誰か俺を励まして、ちょっと頼む、誰か俺を励ましてくれ、頼む。攻撃が当たらん。よし上がった、よし、オッケー、テンション上げていこう。いいね、ガードしといて。チップ、トップとかだろ、トップ。串刺し、うわ、やばやばいけど、いや、そこはね、連携に持ち込んだ方がいいかな。連携、よし、間に合ったHB1! あ、これはガードシフトのおかげかな、多分。危ねえ。防御する。あとちょっとでしょ、これ。あと差し込むだけ。終わるだけでしょ、これ。まあ、あとぶん殴るだけだよ、こいつを。なんか適当に殴って、適当に。シールドバッシュとかでいいから。いやーす、危ねえ。なんでこんな極限の戦い、俺は強いられているんだろう。ノボルアーマー、獅子と、蛇骨のカムカム。いやー強かったな、格下だったのにね、レベル的には、うん、レベル的には格下だったのにな。ナイス、オッケー。なんだっけ、武器手に入れたよね、確かね。ダンパンさん、獅子刀、獅子刀ってなんかあれだな、弱そう。獅子刀、まあちょっと火力的に考えて、ちょっとまだ黒刀の方が強いな。でカムカムっていうのは多分おそらくなんだけど、仲間が増えるんじゃないかなっていう兆し。行きましょうか。いや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 、今の戦いは極限だった、マジで。水の上で戦ったのは本当に間違いだったな。そう、なんかあとちょっとで倒せるってところで場所変えられちゃうから、そうそう、戦闘範囲外に勝手に移動しちゃうから、それ良くないと。なんか音が違うぞ、いつもと。ほい、綺麗な炎の結晶。そろそろなんかレベル3ジェムとかも作れるようになるかな。尻尾踏んじゃうよー。あ調子乗ってた。 BGM でね、強いかどうか分かるから。あの鳥格下のはずだったのに強かったな。やっぱユニークモンスターは強えわ。なんかどんだけレベル上げてもね、モンスター強いっすね。あれ、なんか違くない、俺の目指してる場所。ん、何これ、俺なんか変なとこにいない、どこ、ここ。いいや、ちょっと池泳ぐか。え、これどこ、また迷ってる。まあいいか、マッピングのついでにちょっと移動だけしとくか。この下に滝で落ちるとかやめてね。なんか流れてるね、アイテムが。ふにゃふにゃまこ、ふにゃふにゃまこ、ふにゃふにゃまこ、にゃまこにゃ。何そのキャラクター、行き止まりだな。絶壁って感じなのかな、もしかして。ここ、お、卑怯、卑怯を発見してしまった。竜の落とし子、なんか今日すげえ秘境見つかるな。秘境だらけ。今日
今日秘境だらけなんですけど。いいね。多分さ、ここ落ちたらなんか新世界つながりそう。どっかに、どこに、早い、ちょっと流れが危ない。こっちやばくない？これやばくない？やばくない？流れ早いの多分伝わりづらいけど、ちょっとね、これめっちゃ流されてるんだよね、実はね。実はめっちゃ流されてる。このままだと俺滝から落ちるよ。いけるか、それ取れる。ちょっと全部取るよ。え、これ動いてなくない？大丈夫？移動できてる？これ OK。 奈落の水すまし、え、これやばいよマジで。これ斜め前に倒してるもん、これ火を。ちょっと待って、それも取らせてもらうよ俺は。じゃあ味方がめっちゃ流されてるんだけど、みんなめっちゃ流されてますやん。ちょっとそこ落ちてみるか。じゃあなんかどっかに繋がってるかもしれないし。全然進まない。何ここ、流れが速く、行ってきまーす。はえ、行ってきまーす。わあ、なんだここ。あ、死んだ。あ、死んだ。ごめんなさい、死にました。どうやら死んだようです今。さすがになんか別の世界に繋がってるとかっていうことはないか。多分これ上だね。下じゃないね。一回でもここの湖とかもさ探索したいけどね。まあ、ちょっとじゃあ上戻りましょうか。はい。いやー、なかなかまあユニーク一匹倒せたし、ちょっと割と満足げではあるんだけど。なんかここに人とかいないの？あ、いるじゃんこいつ。このマグナエルーカちゃん、どうしたこいつ。そんなやつら変でもねえぜ。はい、ここの橋か。俺橋渡ったっけ。これどっから来たんだ。あ、見ててくれた、来た。一の吊り橋。うわ怖え。で多分こっからも落ちれるじゃん。落ちないけど落ちないけど落ちれるじゃん多分ね。押すなよ押すなよみたいな。すごいなここ。うわあ、すげえ。ナイアガラの滝みたいな。すげえ。これサムネにして、サムネはムービーだけど多分すごいな。またすごいとこに来ちまったぜ。なんだこりゃ。このゼノブレードって本当にマップ広いよね。マップがすごい広大でさ、毎回驚かせてもらってます。マクナフェリス倒せって言われてたよね。なんだこいつ、やばくない？ちょっとこいつ。でもレベルは低いな。なんか足腰弱そう。スピードエッジ。特に強くないのかなこいつは。モナドバスターとか持っちゃう。ライオンみたいな感じか。火力高っ。子守唄怖えなこれ。OK、 マクナフェリスもう一匹。おい、薄い血液。ん？バグルスネブラ。え？何？あ、あれか、空飛んでるあれのことか。ここら辺にもなんかいるっぽいんだけど。なんかいる？ジャンゴクロード。あ、あいつ鳥だね。倒したいね鳥。めっちゃいるね、めっちゃいるね。一匹でいいんだけど、これは俺一匹でいいんですけど。よし。一人だけ来てくれりゃいいよ。あと一匹でクエスト完了だから。熱くなってきたぜ。これがイナギモナドの力なのか。 OK OK、 クリア。 EXP ゼロなの。マクナフィリス撃破。あ、鳥どっか行きやった。あいつできないよ。 OK、 クリア。まあ、少しずつ倒していきましょう。マクナフェリスヴァンガードみたいなやつとかいないのかな。大丈夫。その火のついてるやつにはネブラってあれでしょ、スキル使わなかったら。シルベのかがり火。 OK、 まあ死んでも大丈夫な。これで大丈夫ではないけど。
しマクナフェリス、もうマクナフェリスも倒す必要なくなったしな、クエストクリアしたし、無視でいいでしょ、無視で。てかレベル差あるから襲ってこないなこいつら。敵いっぺんな、この林道で道は多分こっちで合ってますね。マクナフェリスでかでかくて、なんかユニトニトルディノス、ディノス、ディノスパークがいるんだけど、なんか光ってない？なんか光ってるこいつ。よいしょ、9000ダメージがスタートね。まあ、むやみに襲ってこないでしょう。俺の方が格上だし。モナもいいや。勝てたのはみんなのおかげだよ。なんかでかい鳥がいる。マグナアンセル。なんかすげえビリビリしてんだけど。マグナアンセルももう一匹狩る必要があるのか。まあ、すぐ倒せるでしょう。うわすげえ橋がすごいな。もう一匹鳥いねえか、どっかに鳥いたらちょっとバードをアタックしたいんだけど、俺もどっか鳥さんいないですかね。夜かウィートキャビルみたいな、トニトルディノス、こいつもね倒す必要はないんだよな。どこ行けばいいんだ。これ橋の向こうはまた違う世界が広がってんのかな。この橋は行ってみます。2の吊り橋、ロケーション発見しましたね。すごいなこれ、夜は夜ですごいですね。ここ空も綺麗だ。ん、なんかすげえ巨大なギザギザが見えるんだけど、トゲトゲみたいな、何なんだろうね。とりあえず行きましょうか。あと30分ぐらい収録する。あと30分ぐらいやるわ。向こうにも吊り橋あるね、うん、だから結果的にこっちでも合ってんのかもしれない。 BGM もいいね、安らぎ。つってここに来た瞬間になんかやべえのがさ襲ってきたりとかしたらさ、マクナエルーカもね戦う必要ない。あの光ってんのは多分カリオスネブラ。無駄に戦いを挑む必要は、そこ鉱脈ありますね。いけない、どっかここら辺から。よし、そこに鉱脈がありますね。あ、いやーいいねここ、この雰囲気すごい好きだわ。なんだこいつら、バサルアビス、バサルアビス、なんかエーテルみたいなのをこいつら持ってるね。何、流星スズムシ4匹、ピケに流星スズムシを4匹あげる必要があるらしい。こいつらなんかエーテル持ってない？なんか倒したらもしかしたら自分の素材がもらえんのかな、こいつらは。地のエーテル結晶を取りつつ、うん、この虫たちに取られちまったのかな、ここの交渉は。全部やるかじゃあ。すべてを吹き回す。あぶねえ、なんかこいつら爆発し始めた。ナイス。オッケー。あぶねえ。なんかちょっとこいつら急にさ爆発して始めた。なんか負けるとこだったわ。で特になんかエーテル持ってるくせにエーテルくれないし、こいつら虫臭い蜜しかくれない。もういいや、経験あるのやめよう。なんか爆発してすげえ窮地に陥りそうになるから。じゃあ行きましょうか。もう一個橋あるねそこにね。ふう、ちょっとなんか町まで一旦行きたいけどな。樹海からとりあえず一旦抜けないと。ああダメですね。はい、でもこのキャビルもあのレベル差で襲ってこない。あ、なんか落ちてる古文書、なんかクエストで使えそうだねこれ今後。なんか拾っちゃった。こう赤アイテムはなんかクエストとかでさ使いますよってことなんだろう。
3の吊り橋。3。なんでもないです。 今のでなんか俺ちょっと頭の血管が破裂したかと思った。今右の右脳が悲鳴を上げてた今。行きましょうか。あそこに鉱石採掘があるね。ちょ、余念なく取っていきましょうか。まあ、目に見えたら取るか、見えなかったら取らないけど。あ、もうちょいで目的地ですね、そこね。